さんこんにちは。刺繍ブランド糸話の伊達です。2021年秋冬の、新作、最後の、 図案のご紹介と、生地そしてお洋服の、ご紹介をしていきたいと思います。そして今私はですね、広島シワの刺繍と暮らしのお店でこの動画を撮っているんですけども、発売を無事に迎えまして、本当に1日目からたくさんの方にお越しいただいて、新作楽しみにしてたよっていう風に、 YouTube 見てたよっていう風に言っていただいて、本当に嬉しかったです。とってもとってもありがとうございます。ということで、じゃじゃん、はい、こちらですね。3つ目の図案はこちらの、ですね、花鹿と呼んでいるんですけども、角にですね、お花が生えた、鹿柄のワンピースを作りました。この図案はですね、正倉院の文様の中でもですね、いろんなところに用いられているんですけども、多くは、奉納された鏡だったりとか、ご飯を食べる台座のところとかにデザインされている花角の鹿と呼ばれている、花に角の花を持った鹿の図案でして、そこからですね、モチーフを取って、生地にさせてもらいました。このお色味のブルーグレーのお色と、あとこちらのですね、ベージュのお色と2色の展開になっています。で、今、この明るい電気の下で見るとこういう色なんですけど、自然光の下で見るとまた優しい光を持つ、生地になってまして、このお洋服はですね、もう私がなんというですかね、ずっと作りたいなと思っていた形だったんですけども、インドの刺繍でこう前面に入れるとどうしてもちょっとすごく強い印象になってしまうので、今回エメロイドレースをやるということで、この形をぜひ作ってみたいなという気に入っている、服として、この形として、気に入っているお洋服になります。この襟がですね、こう着ていただくとこんな風に立ってですね、で肘もこう隠れるぐらいの、これは糸話のサマードレスという黒いワンピースにも採用しているお袖なんですけども、そういう広がった袖になっています。で、今回ですね、全ての図案なんですけども、正倉院文様を使わせてリバイバルさせてもらったっていう、正倉院シルクロードへの思いも込めてですね、ボタンを、本当にちょっとしたこう敬意を込めてじゃないですけども、チャイナボタンにすることで、ちょっとこうオリエンタルな雰囲気を残しながら作っています。で、チャイナボタンは実際に飾りじゃなくてボタンとして使っていただけるものになってますので、外してですね、2個ぐらい外してこうカポッとかぶっていただけるようになってます。で、もう本当にこの刺繍がもうめちゃめちゃ圧巻の可愛さなんですけども、こう見えますでしょうか、この立体的なね、こう刺繍の感じがこの光で伝わるといいなと思うんですけども、もう本当に鹿がね、ちょっとこう今にも動き出しそうな風合いをこのエンブロイダリーレースで出してもらっています。で、周りにこうお花がね、こうぐるぐるっと散りばめられていて、こうみんな左右違う向きを向いてるんですけども、すごく愛らしい生地になってます。で、全体でね、柄が入っているのでちょっとうるさいかなとか思ってたんですけども、着てみていただくと意外と鹿だけがしっかり見えたりとか、お花の方が見えたりとか、色によってちょっと見え方が変わるんですけども、意外とこのちょっとフォーマルな感じでも着ていただけるというふうになってます。で、裾が可愛くてちょっとですねアクセントなんですけども、このベージュの方はお花の色に近いピンクの色の裾を使っています。で、袖にもね、少し同じお色が入ってるんですけども、これがちょっとアクセントになってこう締まる雰囲気になってますね。ブルーグレーの方もこっちは鹿さんと同じようなお色味の、生地をつけていることによって、ちょっとですねシックな風合いに、ちょっとこれを動かしてみます。このマネキンが着てる風に、はい、こんな感じで、着ていただけるようになってますね。はい、この花の角の鹿を最後にご紹介しようと思ったのは、なんか私としては一番思い入れのある図案でして、ずっとその奈良生まれで広島に来て、こうたまたまなんですけど鹿を、ね、信仰の対象にするというか、宮島も奈良公園もどちらもこう鹿がいて、なんかこう人の暮らしの中に私の中では一番こう寄り添ってると言いますか、なんかこういい
共生関係を築いている動物だなっていう思いがありまして、この鹿の柄をね、なかなかインドでは鹿ってそんなにメジャーじゃない動物なので、手刺繍では表現することが難しかったんですけども、今回のエンブロイダリーレースで表現できて、もう個人的にはとってもとっても幸せです。この花の角の鹿ワンピースはですね、1枚で着てもらっても結構しっかりしてるんですけども、中にね、このそれこそこうそういう裾とか袖に使っているお色味を合わせて着ていただいたら、本当に今からすぐにでも着ていただける、ちょっと本当にとっておきの時に着てほしい一着に、なっていますので、こちらもですね、刺繍と暮らしの店、広島シマが終わった後は、12月の3、4、5で、島根の日縫いに続きまして、その後12月の10、11、12かなで奈良五条でもお店をさせていただきますので、そちらでもぜひお近くの方はですね、見ていただけたら嬉しいなと思っています。で今ですね、オンラインのページも準備中でして、じきにオープンすると思いますので、遠くの方や待ちきれないという方もですね、そちらにもサイズ表記書いておりますので、ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、一番最後の図案になったんですけども、今日はですね、この鹿ちゃんの柄の入ったワンピースのご紹介でした。すごく可愛くて、どんな人が多分色によってね、また全然着る方の雰囲気変わってくると思うので、どんな方のところにお嫁に行くのか今からとても楽しみです。引き続きこの新作の洋服はシワのお店でも毎月ですね、数のある限り見ていただけるようになってますので、気になったものとか、もっとここ見せてほしいとかありましたら、YouTube のコメント欄とかご質問いただけたら嬉しいです。はい、ということで本当に最後までご覧いただいてありがとうございました。私はすごくもうブドウニットジャケット気に入って、このところ毎日着てるんですけども、今ねお店には全種類、動画で映ってきた全種類がですね、このように揃っておりますので、ぜひぜひいろいろ見比べてもらえたらなと思います。なんかこう並べるとね、普段のインド刺繍のお洋服の並んだ感じとまたちょっと違う雰囲気で、優しい可愛い感じで、それもとっても気に入ってますはい、ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。また皆さんに新作を通してお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。